ちらが政府艦隊機関パラメキアです。ノーチラスで逮捕されたアルスキー・ルシファー、現在この間に身柄を拘束されています。首都エデンへと護送された後、正式な処分が下される模様です。見せ物じゃねえぞ。政府代表は凶悪なルシに正義の裁きを下す。クライマックスがルシの公開処刑。ファルスを憎む人々は喝采し、ファルシによる支配は盤石となる。ファルシの思惑通りか。だが我々のチャンスでもある。ルシを護送する機関パラメキアの陣頭指揮には第3政府代表自らが当たっており、パルスのルシ問題解決への強い意欲を示しています。餌だな、露骨に誘ってやがる。何を。仲間はここだ、助けに来い。俺らを待ち構えてるってわけか。面白い。乗るぞ。OK、 乗せてってやるよ。準備ができたら出発だ。積んだら俺んとこ来や。サイコン艦隊は我々広域即応旅団を警戒している。彼らがリンドブルグに気を取られている隙にパラメキアに潜入する。頃合いを見て我が隊も総攻撃をかけ、君らを援護しよう。俺たちも命を懸ける。政府を倒そうぜ。
ニラとサッツを助けるのが最優先だ。敵に突っ込むばっかじゃなくて慎重に行こう。ま、俺が言っても説得力ねえけどさ。無事だそうです。騎兵隊の別動隊が助けてくれて今は安全なところに。本当は会って話したいけど、進む道は自分で見つけないと。準備は万全ですか？さっさと出発しようぜ。やっとバニラが見つかったっつうのにもう待てねえよ。この戦いが終わったらエデンで会おうぜ。サイコムに目にもの見せてやれ。発進したら引き返せねえぞ。準備は。こいつでサイコムの所属になります。お前らをパラメキアに配達だ。俺たちは荷物かよ。腐り切った政府へ送るプレゼントさ。サイコムなんか蹴散らしちまいな。他人事だな。相手が何人いると思ってる。何百だろうと何千だろうと関係ねえよ。バニラが待ってんだ。大丈夫ですよ。バニラさん、僕より全然たくましいから。怖くないのか？怖いです。でも一人じゃないから。ライトさんもスノーもいるし、ファングさんも。同じファルシに呪われてひどい目に遭ってる仲間です。さあ、青春ごっこはおしまいだ。乗った乗った。なんで俺だけ呼び捨てなんだよ。第3閣下ご自身がおいでになるとは思いませんでした。ファルスの脅威は国運全体の最重要課題だ。指導者が戦いの先頭に立つのは当然だろう。敬服いたします。武士の処刑を楽しめる最上の席でもあるな。いつまでかかるんだ？今識別コードを確認している。さっさと着艦させないとあんたのケツに墜落するぞ。識別コード確認、着艦を許可する。
発令。さーて、暴れるか。バニラとサッツを助け出す。行くぞ。してる暇は突破口はあそこで決まりだな。敵じゃない。
さっさと行こうぜ。どうしましょうね。なんかからくりがあるんだろうな。敵を感じる。こりゃ戻るのは無理だな。別ルートを探そう。その必要はねえ。ルート発見だ。行きましょう。
仕掛ける。
なかったですね。
大丈夫？もうたくさんだ。生きてても仕方ねえのに、てめえの始末もできやしねえ。息子さんのクリスタルは首都エデンに運ばれて、国運を救った悲劇の英雄として記念碑になります。記念碑だと？どっちが物じゃねえ！ルシの息子として忌み嫌われて惨めに生きるより、物として丁重に扱われた方がよほど幸福でしょう。次に目覚めるときは処刑台ね。みっともねえな。私の方だよ。私がみんなに嘘をついたから。もういい。今さら後悔したって。でも私がちゃんとしていれば。お前がクリスタルだったってことはだ、ドッジもいつか目を覚ますってことだ。聞かせてくれねえか。どうやって目覚めたんだ？果たしたんだろ、使命。私は国運と戦うためにルシに選ばれたの。グランパルスで何百年も前に一度使命を果たして、私たちはクリスタルになったはずだった。目覚めたら国運だった。
新たな使命の始まりだった。でもファングは何も覚えていなかった。今度も誰かを傷つけるのが使命かもって思ったら考えるのも嫌で嘘をついた。記憶をなくして何もわからないふりをして、私はルシの使命から逃げようとした。逃げ続けてたんだ、今日までずっと。道を開けろ。邪魔する奴はぶっ殺す。挑発してどうするよ。脅せば逃げると思ったさ。無駄に犠牲を増やしたくねえ。望み薄だな。向こうは国運をルシから守ると信じて戦っている。ファルシに操られているとも知らずにだ。ふざけやがって。人間は道具じゃねえ。各員に通達、ケースグリーン外れ。繰り返す、ケースグリーン外れ。
散らしてやら